リンがさゆき役マオと泉神のゆかり役本土楓が挑戦します。それでは早速私からルーレットを回したいと思います。いやね、もうちょっと進みたいんでね、ちょっと多めの数字が出るように頑張りたいと思います。じゃあいきますよ、ルーレットスタート。日本刀型ステッキの攻撃を受けた鈴木ちゃんですね。刀で飛んでくる輪を3つのうち1つ通せればステッキの攻撃を防御、通せなければライフポイントが1減る。また減る。頑張るぞ。はい、では日本刀型ステッキで頑張ります。すごーい。よし、では続いては私本土がルーレットを回したいと思います。最初にルーレットやった時は7がいい数字と思い込んでたけど、そんなことはない。じゃあ4を狙いたい。いきますよ、ルーレットスタート。ストップ。おー、4、すごい。おー、私ってすごい。さあということで何が出るんでしょうか。復習されライフポイントが1減る。よう進んだらいいことあると思ったんだけど、有言実行したんだけどな。じゃあ1減っちゃったのか。誰かに復習されたってことはなんかしちゃったんだな。ごめんね、こういうことするからだね。じゃあきっと次皆さんの前にお会いするときはポイントが1個減った本土が来ると思うんですけど、なんとかして挽回したいですね。みんなどのぐらい減ってるんだろう。ちょっとね、本番までにちょっと影響を養っておきたいと思いますので、よろしくお願いします。頑張る。来週も見てね。